大会前日になりました。昨日カーボをね、400g 入れて、今の体の状態がこんな感じです。体重もね、最小値また更新してるので、今日もカーボを入れていきたいと思います。はい、おはようございます。今時刻が5時40分とかになってます。本日がですね、10月8日日曜日、ベストボディジャパン首都圏大会まで残り1日になりました。コンディションとしてはね、すごい良いです。体重も過去最小値に来てるので、今状態としては本当にめちゃくちゃいい感じです。で、朝のね、やっぱ河川敷すごい綺麗ですね。分かると思うけど、そんな感じでまたいつも通り1時間ぐらい有酸素して家に戻りたいと思います。歯が痛い。はい、こちらが大会前日の1食目になります。今時刻が6時25分とかで、いつもと同じ感じですね。プロテイン抜きの、オートミールのマグケーキとバナナとブルーベリー、レッドブルーベリーと、全卵1個と卵白2つのスクランブルエッグみたいな感じのやつと、今日は餅2つと、今日摂取できる蜂蜜 30g になります。では、今日もね、大会前日の1食目を食べていきたいと思います。今日はね、あとは水がもう 500ml しか飲めないので、これだけが自分の今日の HP になります。ではちょっと餅から今日も行っていきたいと思います。いただきます。うん、うまい、もううまい。はい、2食目になります。時刻は9時です。バナナ2本分をね、冷凍させたものと、今日1日の摂取 30g 分の蜂蜜につけて食べていきたいと思います。では、2食目食べていきたいと思います。カーボ入れて、昨日と今日2食目になるけど、徐々に体は張ってきてる、いい感じに、っていう状況です。朝ね、1食目食べた後に洗濯とか家の掃除とかして、ちょっと寝てました。ちょっと食べていきたいと思います、2食目。めっちゃ美味しい。ちょっとね、奥歯が痛いんで、ワンチャンこれ親知らずな気がするけど、今日日曜日なんだけど、この後10時からちょっと歯医者に行きたいと思います。3食目になります。時刻は10時47分です。はい、カーブアップ、本日3食目になります。昨日と今日とカーブ入れてきて、まだでも全然体の張りはないので、ちょっと入れていけるかなっていう感じです。で、本当はね、さつまいもとか食べたいかったんだけど、ちょっとマジで多分親知らず歯が痛すぎて、今食事があんま硬いもの食べれない今状況になっちゃったので、このあと11時半から歯医者入れてて、歯医者の前にちょっとバナナと、オイコスだけ食べていきたいなというふうに思ってます。歯が痛くてね、喋り方も変な風になっちゃうっていう感じです。はい、本日4食目になります。さつまいもがだいたい 180g と、ささみ 200g、 ちょっと親知らずが見つかったので、痛かったらこのゼリーで炭水化物カーブアップしていきたいと思います。はい、本日4食目になります。カーブアップです。徐々に本当に張ってきてます、ね、筋肉もいい感じです。ただですね、親知らずが見つかって、さっき病院ってか歯医者行ってたんですけど、痛み止めをたくさんとりあえずもらってきました。ちょっとこれでどうにか明日まで持ちたいなって本当に思ってます。90日間やってきたんでね。で、食事は
さっき紹介したんだけど、ちょっときつかったらさすがにこのゼリーとかそういうのでカーボン入れていきたいと思います。もうちょっと怒っちゃったことはしょうがないんで、プラスで、あとはこの状況でどうやるかっていうのを考えていきたいと思います。でははい、今からポージングレッスンに行きたいと思います。喋りづらい歯が。はい、本日5食目になります。ダミダミが徐々に効いてきてて多分食べれると思うので、さつまいも 170g とささみ、さっき食えなかった 100g ぐらい残りを食べていきます。はい、本日5食目も食べていきたいと思います。カーブ入れてから今日5食目で、今4時40分とかポージングレッスン終わって帰ってきたんだけど、徐々にやっぱ筋肉は張ってきてますね。いい感じです。で、さっき痛め止めお昼ご飯1時ぐらいに終わってから飲んだんだけど、徐々にさっきより良くなってきてるので、ちょっともう一回トライしたいと思います。焼き芋とかね、マジ本当にクソうまいからね、本来だったら。ちょっとちゃんと言え。うん、あ、いけそう。左を中心に噛めばなんとかなるほどですね。うん。え、ちょっと徐々に、わかんないけど今、調子乗ってるけど、歯の痛み止めが多分効いてるのかわかんないけど、いい感じなので、追いささみを今 200g 追加で食べていきます。時刻はさっきとあんま経ってないので、5時13分ですね。はい、本日6食目になります。ヨーグルトと、ブルーベリー冷凍ミックス 100g と、あとバナナですね、2本分。バナナカリウムが多いので冷凍したやつ2本分と、あとはさつまいもも冷凍していこうと思ったんだけど、歯が痛いので急遽電子レンジで温めてます。で、蜂蜜と、大会前日はこちらローストビーフを食っていきたいと思います。今ちょうど8時ぐらいですね。はい。で、2日間カーボンでたくさん入れてきた結果どうなったかっていうと、筋肉がね、ちょっと張ってるんだよね、いい感じに。筋肉をこう、張らせるために炭水化物を入れるっていう作業をずっとやってきたんだけど、今マジでいい感じだね、これすごい。本当にいい感じに張ってきてるっていう状況です。あとはね、痛み止めを飲みまくって、明日歯の調子良くすれば、最高の体で最高の状態でブーツステージに立てるそうです。はい、ではちょっと最後のね、大会前日最後の食事を食べていきたいと思います。ローストビーフから、久しぶりの。うん、やっぱちょっと若干左で食わなきゃいけないけど、うまいわ、最高。うん、最高です。調子もめちゃくちゃいいです。元気で明日も本当に元気で楽しくっていうのをモットーにやっていきたいと思います。はい、今サウナから帰ってきました。最後の絞りですね。めちゃくちゃ可愛い一枚でいい感じになってきてます。はい、今日ですね、今日をもって大会残り前日ということで前日が終わります。今ね、最後サウナで、水抜きをしてきて今日の一日を終わろうとしております。今日寝たらね、明日は大会当日ということになってます。なってますが、大会当日です。この90日間近くの減量生活は今思い返せばすごい長くもあり、
低カロリーでね、1500とかのカロリーの中で一日生活をしてきて、まあ、筋トレも正直思うように、こう、重量を上げられなかったり、体が動かなかったりみたいなこともすごいあって、楽しかったというよりは、本当に苦しかったとか、うまくいかないことの方が本当に多かったんだけど、それでもやっぱり思うのは筋トレってやっぱすごい楽しいなって今思ってます。自分の体がやっぱ変わっていくし、今本当に過去最高の自分の体になってるっていうのはすごい自分でも思ってるので、まあ大会迎えてないけど、ちゃんとやった自分と今、向き合えてるというか、ちゃんとやった自分がいるのはちゃんと事実なので、それがすごい嬉しいですね。自分に勝って明日を迎えられるっていうことが、本当に嬉しいです。明日もね、おそらくこの調子だと今日の体を超えてくるようないい体になってくると思うし、いいコンディションで大会のステージに臨めるのではないかというふうに思ってます。なのでですね、明日はもう本当に今までやってきたことを存分に出すことと、あとは楽しむこと、そして明日来てくれる自分の友達とか、会社の先輩とか、まあ本当にありとあらゆる応援に来てくれる人たちに感謝の気持ちを込めて、ステージ上でそれを表現できたなというふうに思ってます。明日はですね、この動画を朝9時とか10時とかで、まあ、9時から10時ぐらいの間に、YouTube にアップすることを目標にしているので、応援に来てくださる方は、ぜひ電車の中とかで見ていただけるとすごい嬉しいです。本当に皆さんのおかげで、本当に、本当に応援に来てくれる皆さんのおかげで、この90日間、自分は頑張ることができました。あと、泣いてもらってもラスト、明日の当日なので、最高のステージングで、最高の披露できたなというふうに思ってます。では皆さん、明日の会場でお会いしましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。